龍神堂は大阪府堺市堺区にある龍神を祀った社である。天保六年に前方寺の敷地に創建された。天保六年頃に前方寺が見える。明治の廃仏希釈により前方寺は廃寺となる。しかし本堂は残されていた。本堂は西面三県四方の河原武き、埼玉型の建築であった。堺市市第七巻。 P787 には本堂の写真が掲載されている。廃寺の跡地に朝日館が建てられ、敷地内に竜神堂が残った。昭和5年、国道26号の布設のため、地元の有志の願いにより現在の場所に移設された。堺市市第7館第2編神社寺院教会市第2章寺市。 第2節新言宗廃前法寺、P562、堺市市、第7巻、第2編神社、寺院、教会市、第2章寺院市、第2節新言宗廃前法寺、P562、堺市市、第7巻第3編名籍市、第2章寺院及び寺院市、第2節寺院市前方寺市 P786 から787、旧堺公と、 新明神社ウォーターフロント開発の陳珠 P13 から15、堺市市、第7巻第3編名石市、第2小寺院及び寺院市、第2節寺院市前方寺市 P786 から787、旧堺港周辺歴史探訪、旧堺港周辺歴史探訪 P23。ありがとうございます。